反証問題を出していきたいと思います。これはですね、まあ、中高年に多いお悩みです。ドテッパラの脂肪で反証問題ということで、うん、年齢とともにどんどんこう脂肪が増え太っていき、それと同時にペニスも短くなっていってしまうと。これ太っている人がペニスが短いっていうのってなんとなく意味わかります？埋まっちゃう。それが実際年齢とともにそういう比率が多くなってくるっていう問題なんですけれども、先生、このドテッパラの脂肪っていうのが、はい、ペニスに対してどこら辺がこう一番場所的に影響を及ぼす部分なんですか？結局ペニスの真上に脂肪が乗ってるとそれだけでも出てこないっていうなんとなくわかりますよね。だから、うん、本当に脂肪が邪魔してペニスが隠れちゃってるような、はいはいはい、そこまでいかないにしても脂肪が近くにあるとペニスを支えている靭帯があるんですけども、そこはどんどん奥の方に入り込んじゃうんですよね。そうするとペニスも一緒に引き込まれちゃう、体の中に。それで短くなっちゃうんですよね。やっぱりこうどんどん太っていくと、はい、ペニスが短くなっていくっていうのは、これはもう誰でもそうなんですかね？倍が多いですね。まあ脂肪が多くても意外と埋もれてない方も中にはいらっしゃいますけど、多くの場合は一緒に比例して短くなっていきますね、見た目が、はい、そういった事実をですね、知らない方も多いみたいで、はい、なんかご相談に来る段階で、はい、昔は全然気になってなかったんだけど、はい、ここ最近なんか短くなってきて、はい、でその方の状態を見ると太ってるっていうケースがほとんど多いですね。つまりその肥満が短所につながるっていうイメージってあんまり、うん、皆さんわからない部分だと思うんですけれども、うん、まあ、そういったお悩みの傾向です、はい、ということで、まあ、今回脂肪によって埋もれてしまったペニス、まあ、これを改善する方法というのをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、はい、質問します。どういう方法があると思いますか？痩せる、はい、もう一番手っ取り前っていうか、はい、一番間違いなく効果です、はい、ただですね、なかなか痩せられない方多いんですよね。で、下っ腹の脂肪ってすごく落ちにくいです、実は医学的にも、はい、なので手足は細くなったけどそこだけの脂肪が残っちゃう方意外といるんですよね。結構な努力が必要、はい、っていうことなんですね。その手っ取り早く治すとかすぐ治すっていうのはなかなか不向きというか、うん、ちょっと大変っていうところですね、うん、はい、あとは何かイメージ的にですよ、どういう改善方法？入れる、大きくする。大きくする方法もありますけど、このドテッパラの脂肪に対しての方法と考えるとどうですかね？そうです、その通りですね。脂肪吸引、はい、これ意外と需要が多くてですね、男性の埋もれたペニスを長くさせるためにそこの脂肪吸引っていうのは多いんですよ、はい、下腹部の脂肪吸引ですね、はい、結構イメージ的にはすごくお腹全体的にっていうイメージあるかもしれないですけど、本当ここだけペニスの周りだけを取ることで、はい、長さ重視の脂肪っていうのがあったりします。で見た目も長くなりますし、実際そういう太ってる方っていうのは抵抗位中に脂肪を邪魔して要するに奥まで入らないんです、膣の。なんとなく分かります？女性側も必ず上にならないと入らないっていうか、普通の正常位みたいなと脂肪を邪魔して入らないっていうのに、この脂肪吸引をすればですね長くなるので投入とかもしやすくなるんですよね。脂肪で挿入できないなかなか死活問題だと思うんですが、はい、はい、成分分を取っちゃえば改善できる、はい、改善します、はい、あとはもう一つあります、まあ、これは多分分からないと思うのでちょっと説明してください、はいはい、先ほどね、その脂肪が邪魔してその靭帯が奥の方に入り込んじゃうっていう話したと思うんですけど、まあ、その靭帯を引っ張り出してあげるんですよね、手術で。そういう手術本当に引っ張るんですか？本当に引っ張ります、はい、靭帯を皮膚の近くの筋膜に縛り付けるんですね。そうすることによってこうグッと引き出してあげる感じですね。そういった技もある、はい、一番驚きます、はい、それが長径手術、長く茎って書いて長くする手術。この腸系手術とか、まあ、脂肪吸引とかで結構昔からやられてるんですよね、はい、でもこの手術自体は昔からやられてるんですけども、ちゃんと行ってる医療機関が少ないんです、本当にこの手術は、うん、確かに結構メニューとしてそもそも存在しないクリニックが結構多いんですからね、はい、意外とできそうで難しいというか。そうですね、僕も昔もちろんこういう手術は先輩がやってた手術を教えてもらったり身を見まんでやったりしてたんですけども、教えてもらってた先生の手術は全然効果なかったですね、うん、今思うと本当に、うん、もう自分で改良して今の手術に至ってるんですけど、なので他の医療機関で腸系手術を受けたっていう手術の後も見ますけど全然効果がない手術も多いんですよね、うん、
その辺はやっぱり医者の技術が非常に大事ですね。そうですね、はい、結構当たり外れが激しいというか、はいはい、あんまり変わんないなっていうのが結構多いので、うん、はい、その点はね、安心して任せていただければ、うん、はい、確実に効果が出せる、はい、ということですね、はい、今回はですね、脂肪による干渉問題ということでお話をしていったんですけれども、まずはできるんだったら痩せるというところからまず考えて、はい、でなかなか厳しいなということであれば、いった治療、はい、手術の力を借りるということも一つ検討してみたいなと思います、はい、ご質問、お問い合わせは概要欄、コメント欄からぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。